ね、多分デスカバンドだったら、はい、This is a pen じゃなくて、はい、This is a way! みたいな。この番組は今日のスポンサーでしょうな。お疲れ様。ありがとうございます。今日も、アニマイミリさんお迎えして動画をお送りしていきたいと思います。マリスクリーム講師のデスノリ様本でございます。こうしてる人どうすか？ダメ？まあなんか、別のものとしてはいいと思いますよ。なるほど。イエーみたいな。でも確かに確かに。イエーみたいな。イエーみたいな。うんうんうん、でもやっぱ、うちらは、はい、こういうことですね。皆さん気をつけてください。そう。あ、こういうのもいいですよね。でかい。あ、でかい。そういうこと。でかい目の大きさにね。あ、なるほど。こういうのもありますよと。勉強になりましたね。はい。っていう動画ですか、今日。いや、あ、そうなんですか。いや、多分違って、はい、今日は、先ほどリアクション動画を一緒に撮らせていただいたんですけれども、まだ見てない方見てくださいね。まあ、その中で、エミリーさんのシャウトのスキル、皆さん多分、今、面食らってると思います。そんな、エミリーさんが、普段からシャウトを出すときに、意識していること、うん、シャウトの極意ですね。それ、伺っていきたいと思ってます。はい。もう早速なんですけど、うん、はい、なんか意識してることって普段結構あったりします？そもそも。そうですね、めっちゃあります。あるんだ、うん、あります。もちろんノリだぜイエイ的な感じじゃなくて。いや、もうプロなんで。ああ、かっこいい。ありますよ。あるんですね、はい、エミリーさんにですねシャウトのコツ今日伺っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあ本編いっちゃいましょう。さっきおっしゃってた心がけてること、うん、まあ、意識してることってどんなことですか？大きく分けた3つなんですけど、1個目は、はい、なんかシャウトって、うん、なんか、うん、えぐければいいとか、はい、でかければいいとか、はい、そういうイメージあると思うんですよ。確かに確かに。でも実際そのスキルが問われてくるのって、はい、発音をどう操るかみたいな。発音ですね。ふうに私は思ってて、はい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 、個人的に。はいはいはい、なるほど。まあ、例えばそのデスコアバンドの、はい、こう音源を聞くじゃないですか、はい、で歌詞を見て、うん、いや絶対これ発音してないだろうっていうやつあると思うんですよ、はいはい、あります。あるあるですよね。何言ってるか分かんないですもん。そう、まあ、例えば This is a pen っていう歌詞がまあないんですけど、うん、まあ、あるとして、あるですよね、はい、ね、多分デスカバンドだったら、はい、This is a pen じゃなくて、はい、This is a way みたいな。すげえ、やば。それ This is a pen じゃないじゃん。全然ペン、太かったっす。ペンじゃなかったっす。太いですよ、ね、全然。筆ぐらいの。太くてギザギザなんです。確かに。なるほどね。っていうのがあるんで、はい、発音の耳コピーをするっていうのは、うん、あ、なるほど。心がけて、うん、シャウトにおける発音の、はい、引き出しにこう入れて、なるほどなるほど。で、パスコードでこれが合うかなって引き出して、大事。っていうのはやってますね。確かに。うん。わかります。なんかその、This is a pen だったら、This is a pen として捉えちゃうと、うん、ちょっと身動き取れなくなっちゃいますよね。そうなんです、ね。シャウトだと。シャウトだと。まあ、クリもちょっとそういうとこあるかもしれないけど、うんうんうん、特にデスボイスとかだと、歌詞として捉えるというよりは、そういうなんか音みたいな感じで、捉えちゃった方がいいってことですよね。うんうんうん、説明めっちゃうまい。いや、恥ずかしい恥ずかしい。そう、恥ずかしい。そうなんですよね。そうそうそう。だからもうビーズとかも、有名じゃないじゃ、ないじゃないですか。言ってない。言ってない。有名じゃないっていう。すごい、レア。ビーズのものまね。っていう。レアですね。のを、はい、やっぱりシャウトも同じなんですよね。いや、おめえ、知らないです。ああ、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 ちょっと、ああ、ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ボイトレのことだよ。まず1個目に来る。発音が1個目。大事です。大事です。同意、激しく同意でございます。ハゲドウ。ハゲドウ。ハゲドウ。あと2個ありますね。1個目は、エッジボイスです。出た！よくあるやつだ。そう、重音の、っていうのを、はい、やることによって、はい、シャウトに歪みを出すための感覚、うんうんうん、育つんです。わかりますわかります、はい。だから、うんうん、そう、お風呂でずっとやばいやばい、なんか来そう、なんか来そう、疲れてる疲れてる。毎日やります。あ、毎日ね。ジャイミリさん、それ毎日やってるってことですね。やってます。すごい。あ、じゃあエッジボイスを結構毎日やることによって鍛わった結構体感があるんですね。そうですね。やっぱりエッジボイスなんか だるくて間が空いてしまってシャウトすると、はい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 、粒がちょっと荒くなってたりするんですよ。日常的にしてる方がなんかこう粒感が出るっていう。へ、うん、あ、それはいいこと聞いたな。うん、
なるほど。これ3つ目なんですけど、はい、私結構その、うん、地声をシャウトに混ぜることが多くて、あ、そうですよね、まあ、例えば、うん、You better get a fuck up! すごいみたいな、はいはい、もうバリバリですね。でもこれまあトレンドなんですよね。流行ってますね。流行ってまして、うん、でもこれやるときにどうしてもその、うん、アドリブになっちゃうから、はいはいはい、元々あったメロディーって絶対にそのオケとぶつからない音階になってると思うんですよ。はいはい。でもこういうのは、うん、もしかしたらその後ろの音とこうぶつかってしまったりして、あの絶対音感とかの人がうんってなったりすることもあるかもしれないんで、そこはちょっと自分でピアノとか使ってゆべらげらで音流しながらこうぶつかってないかなっていう確認をしたりしてます。一応あれそんな細かいことしてたんですか。そうなんですよ。音階ずらしてるってことですね。そうです、メインのそのオケと、はい、だからオケがユベラゲラじゃダメな時はユベラゲラみたいな、うわマジっすか、変えたり細けー、だからあんなに聞こえるんですね。エミネさんのショートって僕印象としてめっちゃ抜けて聞こえんなって思うんすよ。え、でもそれは音響さんのあれもありますよありますけどありますけど動画的に私の力で謙遜、私の力で抜けてるんですよね。まあそうですよね、そう当然そうですよね、はい、当然そうなっちゃうと思うんですけど、うん、なるほど、そうそうなんですよ。あれそんなことしてたんですか。なんかもう、はい、あの結構ゴリゴリにノリで言ってると思ったら、うん、そう意外とちょっと理論的なところも捨ててしまったら良くない時があるっていう。うわうわうわ、これ耳痛い人いますよきっと。そうですね、ノリでやっちゃってる人いるかもしれないんで、シャウトも音階大事ですからね。音階大事ですね、めっちゃ思います、うん、シャウトって捉えちゃってる人結構多いんですけど、うん、全部音あるんですよ、全部ピッチが一応ねあるし、あのやっぱそのオケに合わせてやっぱコントロールするのって大事ですよね、うん、それで結構印象変わっちゃったりするし、なんか下手くそだなみたいな聞こえ方するときは結構その辺が変わってたりとかもするし、そうなんか聞こえ方悪いときあるんですよね。ありますあります、ね、結構多いですよね、うん、なんかかっこよくないんだよなみたいな思ってる人って結構多いと思うんですけど、うん、そういう人は結構音階を見直してみたりするのも一個手かもしれないですね。ということで3つポイントありますよということで伺ってまいりました。めっちゃ勉強になりました。なんか独特でした。本当ですか。あんまりなんか言ってる人いないなみたいなことを。さすがです。練習しましょうみんな。みんなで頑張りましょうね、マジで。あのパスコードの情報等々概要欄の方に記載あります。あと12月21日でしたっけ、うん、はい、に新作が出るんですよね。そうですね、EP が出るので、はい、ぜひそちらもチェックお願いします。ぜひぜひ。あと僕のチャンネルも登録よろしくお願いします。まだの方ぜひお願いします。ということで今日もありがとうございました。めっちゃ勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。